巨人2連勝。横浜巨人17回戦、巨人が横浜に11対1で勝利。巨人勝ちました。2連勝あっさり抑えた。伊藤なかなかメンタル強いな。首位とゲーム差なし。きた井上6勝目立派じゃないか。もう普通にローテ投手の井上。オースティー四球に切れてたの。オースティーが強い男だ。報復なんかするわけないのに。横浜負けたじゃん。怒ってるのオースティンだけで。草三浦も戸惑ってたやん。林のエラーから警告試合に。巨人先発井上6回1失点。井上ナイスピッチやな。井上はだんだんと球数が増えていけばいい。井上シーズン序盤ボロボロだったのに安定したな。横浜先発石田3回6失点。石田3回6失点 KO か。石田こんな時もあるぜ。石田これで打たれるの怖がるようになりそう。横浜リリーフ中川2回2失点。まあ中川は初戦戦力外だしな。中川早手は決め球がない。中川は野手転向した方がいいかもな。横浜リリーフ坂本1回3失点。坂本今田大佐の試合で何やっとんねん。坂本の自責ゼロ。自責は増やさないプロだわ。ほんと坂本は敗戦処理もまともにできなくなったのだ。巨人打撃成績。井上先生タイムイ。井上バッティングええよな。若い井上が打つのはいいね。大城タイムリー。大城最高すぎ。大城シングルでつさ。坂本タイムリー。坂本さすがだわ。坂本6番なら全然いいよな。井上タイムリー。井上2打席連続タイムリーきた。井上2度目の自援後。丸2点タイムリー。丸ナイスすぐる。これよ今年の丸は。岡本ツーランホームラン。いけるやん岡本さん。岡本久しぶりやな。湯浅2点タイムリー。湯浅2軍で打ってる方だからな。湯浅はこれでしばらく1軍安泰よ。横浜打撃成績。梶原ゴロ打点。梶原ナイス。梶原は仕事したな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。